はい、しつこく FM 流進度撮っております、第5夜目、死について、死についてすごいよここ。もうどうします、この暗い話題そろそろやめますか、ね、やめましょうか。次、生きるっていうことについてやりますか。逆来るんですか。逆行きますか。逆、俺生きることに関してはもううるさいよ。うるさいんですか。うるさいよ、こだわりあるから。初対面と生と死の間くらいの話になった。今日の話それ最初にしたいの。今日の話、今日のじゃあ文字付きの話にしますか。もうした、そうしちゃった。あ、もうされたんですか、うん、みくちゃんはまだだって。みくちゃん今日みくたんと餅つき大会行こうとしたら、うん、駅で偶然会っちゃって、うん、それから一日一緒にいました。若干嘘ですよね。若干嘘ね、一日じゃないね、途中で帰っちゃったからね。リュウシンさんのサッカー見れなかった。リュウシンさんサッカーやってなかった。結局やんなかった。うん、あの人数の問題で開催されなかった。リュウシンね、サッカー見たいね。なそれ何いやまあ、うん、何その動揺も何ってことですよ。そうだね、みくちゃんトーク面白いですよね。面白い。みくちゃんね、レジを取ってない時のが面白い。本当2回目のさ、うん、みくちゃん登場の時の、はい、なんで俺いないんだろうって思いながら聞いたんだけど、横浜のすごいおもろいと思って。引きこもりの話、そう、うん、そう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 。あ、勝利にじゃあ来たこととか、そう、結構切り返しが ね、あれなんであんな話になったんだろうね。わかんないです。てかなんか、うん、自分の声って私レジオで聞かなかったら小学校くらいからずっと聞いてなかったので、うん、若干大したくなりますよね。大？大死んじゃいますよ、ね。あ大？あ大？大ハード？大ハード？全けど、びっくりしましたね、自分の声には。最高でしょう。乳幼児ですね。乳幼児だね。たまらないね。飴でも舐めとけ、黙っとけって。飴でも舐めながら喋ってんのかもしれない。まあ結構、はい、その飴舐め声で、はい、飴舐め声、現代っ子っぽいドライな問答するじゃないですか、たまに。そうですね、うん、なんか、はい、私可愛がられてきた節があるけどちゃんと分かってんだぞ。もうすごいありがたいですね、うん、ちょっと話すとお腹真っ黒だねってよく言われて。ほんと？はい、腹黒って。ユーシンさんお腹真っ白ですよね。ユーシン？ユーシンはね、はい、チェックいいですから。ユーシンは毛が生えてた。うん、毛生えてるね。毛生えてた、うん、毛深いんですか。うん、部分的に。ユーシンはね、身投げがゼロ。白なんだけど、うん、ロード・オブ・ザ・リングで例えんと、あの、うん、あれだよね、魔術師だよね。あのどっちの白の魔術師。ガンダルフです。ガンダルフ。ガンダルフだよね、うん、大重要な時にいないみたいなね。結構本当に最終の時にいるけど、でいいとこの時に突然現れるみたいな。大事な時にいないのはむしろサムだよ。サムはあの大事な時にいないどころか役に立ってない。最後サムがね、うん、まあいいやいいや、それはまあいいんだけど、っていうかロード・オブ・ザ・リング聞いてな、あ、見てない人わからないネタじゃないですか、うん、やめてくださいよ。ユーシンは、いやでもそんな白くないよ、うん、そんなに白くない、まあ、白っていうか、うん、なんだろう、壊れたおもちゃだよね、うん、そうだね、うん、そうだね、暴走族、そう、止まんない、暴走族、うん、ホワイト暴走族、うんうん、ホワイトプラン、ホワイト割り、ホワイト割り、うん、ホワイト割り。リュウシンでも、うん、イージーウェブじゃん。そうだね。すいませんでした、ダブル定額でした、うん、はい、裏切りましたね今ね。なんだっけ、 AU だっけ。 AU です、はい。まあそんなあれですか、うん、生と死の間の話題っていうとそんなもんですか。話題は AU でした。 AU ですか、AU です、うん、携帯です。うん、そうですか。
あ、来た。ちょっと狭いんで、詰める感じで、すみません。詰める。じゃあ僕ね、ミクちゃんの、膝の上。膝の上はダメ。ミクちゃんが僕の膝の上かな。いや、それもダメ。それもダメ。失礼します。俺、はい、とミクちゃんが一つになる。あれ、注文はいいの？注文は。僕も一つになるよ、それは。じゃあ、ホジマンとミクちゃんが一つになって。え、これは撮ってるんですか？俺とミクちゃんってるんですか？はい、第5夜目です。はい、俺とミクちゃんが一つになるんだ。今夜は俺と一つになろう。またあれですか？まあ、なってるしね、毎日ね。毎日なってます。はい、今撮ってる。毎日一つになっております。はい、ハンバーガーがさ、これ半分しか食べてないよ。だから、ね、それは、あれで、みくちゃん今度、話分裂してるじゃん。みくちゃん今度ね、あの歌歌ってもらうので、はい、今日はね、音域チェックしたいんですよ。お歌詞覚えてきました。とくちゃんさ、辻さんと初対面でしょ？そうなんです。あ、だけどごめん。挨拶抜きはいいんですか？辻さんは男性。ミクちゃんは女性。あのね、音域チェックしたいからね、ちょっと様子を脱いで。約束関係ないっしょ。それ言いたかった今日。めっちゃ関係ないっしょ。あの辻さん、はじめまして。徳崎です。ひどいよ、初対面です。すみません。ちょっと興奮してしまいました。はい、ひどいよ。でもね、ちょっとね、膀胱パンパンなんで、まずトイレに行って、あの、はい、ちょっと、買ってきます。タバコ吸いたいな。行ってらっしゃいませ、ご主人様って言って。行ってらっしゃいませ、ご主人様。行ってきます。めっちゃ似合うな、もうめちゃくちゃですね、今回の放送は。ありがとうございます。今度どっか連れてっていいですか？行きましょう。今すごい顔でしたね。やった。なんかワンコみたいで可愛かったです。そうですね。犬顔だからね。うん。新さん犬じゃないですね。優秀な豆。豆？あ、確かに豆。猿顔です。豆って何？豆。いや、猿でしょ。猿でもないですよ。猿ではないな。お地蔵さんとかも近い。確かに、うん、リアルクレヨンしんちゃん。そうだね。あ、そうだね。すごい、ズバリ。目つきの悪いクレヨンしんちゃん。ミサイ、今日も怖いぞ。なるほど。もう何もあれですね。ないですね。おやすみなさい。おやすみなさい。